はい、ハルユーチューブ皆さんどうお過ごしでしょうか。今日、YouTube ライブでアル中だけど大丈夫っていう風なテーマをもとに話しさせていただきまして、その延長線というかそれをまとめた動画ということでちょっと話したいと思うんですけど、まず僕多分自称アル中なんですよね。ほとんど休肝日ないぐらいで酒飲んでまして、まあやめたいっちゃやめたいんですけどね、多分ね暇してるだけなんですよね。夜になるとなんか暗くなってくると、ああ酒飲もうかなみたいな感じで癖づいちゃってるんで、よくねえなとか思いながら、でこのよくないなっていうのがね、今回の話に通ずることで、結論、ネガティブなことを持って飲むとあまり良くないってことですね。で逆を言うと、ポジティブで、楽しく飲んでたらそれそれでいいっていうことが、結論なんですけど、まあ僕もそのさっきの話で酒飲んでて、ああプシュッと開けて、ああ良くねえなーとかって飲むと良くないんですよね。でもね、でそういう風に飲むとやっぱり良くないっていうエネルギーを持って飲んじゃうから、例えばお酒の酔い方でもなんかネガティブに酔ってしまうとか、そういうことが巻き起こったりもするはずなんですよね。すると思うんですよね。悪酔いしちゃったとか、まあ物を入れるときに、食事でもそうですけど、楽しく食べようよとかね、まあ、食事で例えますと、まあ、僕肉食からちょっと肉食やめようと思ってあまり食べてないけど、たまにね外食の時とかに食べたりする時に、これも同じなんですけど、うわー食べちゃってるみたいな感じで食べてるたりするんですよね。それ全然良くなくて、もう面白いんですけど、矛盾なんですけど、金払ってうわー食べちゃってるっていう風な感じで食べるとお金もなくなるし、その言ったらまあ殺されたね、牛ちゃんとか豚ちゃんでも、あーごめんよくねーと思って食べてるってだったらって感じだと浮かばれないんですよね、これがね。だから良くない。まあかといって感謝して食べたらそれはいいのかっていう話にもなるんですけど、まあ今回それは話置いといて、お酒ね、楽しくポジティブに、摂取しようよってことなんですよね。友達と行ってね、楽しく酒飲むっていうのはいいし、ストレスのね、ために、ストレスを避けるために酒の力を借りるっていうのもね、まあ悪かないと思うけど、一番いいのはストレスないことだよねっていうところ。だから楽しく何でもしようよって感じですね。でネガティブなアル中の人っていうのは、ネガティブだからこそなんかがんになったりとか、そのネガティブエネルギー、まあストレスですね、ストレスで酒飲むとそのエネルギーが注入されて、病気になったりとかして死ぬんですよね。でもポジティブなエネルギーとして酒飲むんであれば、まあ酒もね、百薬の何でしたっけ、酒も百薬の長っていうのかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、酒自体は本当はあんまり良くないと思うけどね。でもポジティブでお酒飲むんであればね、それも前向きなエネルギーに転化されますよっていうことです。前向きにお酒飲むんであれば、ドラッグみたいな酒でも、OK っていう話を今回させていただきました。って言ってる僕がもう二日酔いですという感じで、今日多分、花見に行くかわかんないけど、今日もね、酒は飲みます、飲みます、飲みます。今日も前向きに楽しくお酒飲みましょう。ということで一旦現場から以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。バイバイ。